国鉄の電気機関車は、直流機、硬直流機では F級が標準なのに対して、交流専用機では、貨物機であっても D級が標準とされてきた。背景には、交流用の試作車として製造された ED45 型が、予想を上回る優秀な粘着性能を示したことがあり、国鉄、JR を通してみても、3つの例外を除いて、すべての交流電機が、D級で設計されている。今回はそれらの例外の中から交流電化初期の北陸本線で活躍した飛雲の F 級機を見ていこうと思う。時は1950年代に遡る。当時の北陸本線には、敦賀、今上間に険しい峠越え区間があり、蒸気機関車の機関士と助士、中瀬名トンネルの連続や、急勾配かつ単線区間、多数のスイッチバックといった特徴から、貨物輸送網においても重要な幹線である北陸本線の中で、輸送力の強化を妨げる、いわゆるボトルネックとなっていた。1955年には、日本初の本線用ディーゼル機関車、DD50 型の投入などにより、いくらかの輸送量増強が図られたものの、貨物輸量の増加スピードがはるかに上回り、この区間を超えるために、足止めを食う貨物列車が増えていった。この急線沿いには、鉄道省下北陸編にも謳われる景勝地で、観光需要や海産物輸送の需要があった水津駅が存在し、線形改良への検討にあたっては、一部急線を残す形が考えられていたが、輸送力増強、速度向上への要求が高まる中で、最終的には敦賀駅付近から、今城駅手前の新線上に設ける南今城駅付近まで、総延長 13.8km に上る、複線のトンネルを整備することになった。この改良工事に並行して、1957年には同じく難所だった、木の本、敦賀間の新線切り替えが完成したのだが、この完成と同時に、米原の2つ先の田村駅から敦賀駅までが、交流2万ボルト、60Hz で電化され、日本初となる量産型交流電気機関車の ED70 型が導入されるとともに、以降北側の区間にも、交流電化を拡大していくことになった。なお、この際に交流電化区間を米原駅からとせず、二つ隣の田村駅からとしたのは、米原駅が直流電化された東海道本線との接続駅であり、機関区や操車場を備える、複雑で巨大な駅であったことが関係している。というのも、当時まだ硬直流電車、機関車は存在せず、硬直協会では機関車のつなぎ替えが必要であり、同一駅でつなぎ替えを行うには、地上切り替え式の大規模な設備がいたのだが、これを米原駅に設置するのは難しかったために、非電化で残した同区間を蒸気牽引でリレーするという、苦肉の策が取られたわけだ。さて、話を北陸トンネルに戻そう。このトンネル内には、急線より大幅に緩いと速い、11パーミル前後の勾配が長く続いており、長大トンネル内ゆえ湿潤な環境に置かれることから、D級交流機1両での1000トン級貨物の牽引には、粘着力不足の懸念が生じた。そこで国鉄では、北陸トンネルを含む区間の貨物牽引用として、これまで製造されてこなかった、F 級交流電気機関車の製造を決定。こうして生まれたのが、今回の主役、EF70 型である。ただ動力軸が6軸に増えただけでなく、従来使われてきた水銀製流機に代わり、大容量シリコン製流機を交流機として初採用したほか、これまで、新系列電気機関車に共通で使われてきたが、不具合が多発した、クイル式という動力伝達方式をやめ、古典的ながら、古典電気の時代から長きにわたる実績があり、信頼性の高い吊り掛け駆動へと戻されている。一方で、変圧器などで重量がかさみやすい交流機、硬直流機においては、この吊り掛け式への回帰は、設計面での制約となったことも事実である。当初、この EF70 型の導入予定は、北陸トンネルを含む田村、
福井間とされ、続けて交流電化が予定されていた。福井、金沢間向けには EF70 型の小型版、とでも言うべき ED74 型を別途製造して、そちらで対応する計画だった。しかし国鉄は EF70 型の出力を活用すれば、平坦線上ならさらなる輸送力増強が見込めることに着目し、ED74 型の製造は1回きりの6両で打ち切られた。北陸本線向けの交流機は EF70 型に集約される格好となり、出力強化、デザイン変更といった仕様変更を挟み、最終的に81両が富山、敦賀の両機関区に配備されることになった。なお当初計画では、これら2種の交流用機関車に加え、2代目 ED30 型の投入が予定され、1両が試作された。これは、1962年にデッドセクションを挟む、車上切り替え方式で電化された、前原、田村間に用途を絞った、小型、廉価な硬直両用機だったが、用途が局所的すぎたゆえか量産化は見送られ、同区間の接続運用は当面、蒸気機関車、ディーゼル機関車などが当てられた。そんなことをするくらいなら、EF70 型を硬直両用機として作ればよかったのに、とお考えの諸兄もいるかもしれないが、硬直両用機自体がまだ発展途上の技術だった上、直流、交流の両方の機器を乗せなければならず、軸重がかさむという欠点があった。実際、1962年には常磐線向けの本向きとして、EF80 型の導入が行われたものの、性能は同時期の直流機並みで、数値の上で EF70 型と並ぶものではなかったし、軸重の関係上、不安定なクイル式を再び採用する羽目にもなった。つまるところ、EF70 型が、交流専用機、として生まれたことには、れっきとした理由があったのである。そんな EF70 型の初期の活躍は、目を見張るものだった。旅客、貨物を問わず、北陸本線の列車を幅広く担当し、特に貨物では、EF70 型の高い牽引力によって、列車単位が1200トンに引き上げられたほか、1968年からは、ブレーキ周りを改造し1000番台となった車両が、新たに設定された寝台特急、日本海、の先頭にも立った。交流用 F9 機という稀有な存在ながら、北陸本線の輸送事情に適合し、その主力機となった EF70 型の立場は、揺るぎないものに思われたのだが、翌1969年、同じ日本海縦貫線にあって、EF70 型の立場を揺るがしかねない機関車が現れた、EF81 型。直流専用機の EF65 型をベースとして設計された、高出力な硬直流電機機関車で、当初は、信越本線との兼ね合いで直流電化された、北陸本線糸魚川以北の区間を含む、金沢、新潟間などに導入された。硬直流機はその製造コストが高価なことなどから、この時点では、直接に EF70 型の必要性を脅かすものではなかったのだが、1974年、東海道本線の西側から北陸本線への経路を短絡する、湖西線の開業が、EF70 型にとっては追い打ちとなった。この湖西線、開業当初は長原、大三塩区間にデッドセクションがあったのだが、同区間の前後で機関車をつなぎ替えるような扱いはなされず、結果的に硬直両用機の EF81 型が、北陸本線全域に進出することとなり、日本海、牽引を含む EF70 型の運用が、順次置き換えられていった。この事態に頭を抱えることになったのも、他でない国鉄自身だった。というのも、EF70 型が作られたのは、1961年から65年にかけてのこと。名目上の話だが、電気機関車の耐用年数は18年とされているので、いくら現場が、81両もあった EF70 型を持て余していようとも、会計上は、まだ減価償却が済んでいない、イコール資産価値が残っている、状態ゆえ、そう簡単に余剰車を処分するわけにもいかなかったのである。一
とまず、より古い ED70 型の担当していた普通列車の運用を EF70 型に担当させてその一部を活用したが、81両すべて2色を与えることは叶わず、北陸トンネル完成時に投入されたグループを中心に、旧車が発生。1980年には、系列の中でも新しい21両が、新たな活躍の地を求めて、九州は門司機関区へと移ったが、軸重の関係で、鹿児島本線ですら熊本以北しか走ることができず、やはり持て余し気味となった。結局1982年のダイヤ改正にて、北陸、九州ともに大量の余剰が再発生。この頃には、初期車から法定耐用年数を満了し始めていたこともあり、1985年までに前期が運用を終了し、廃車となった。ちょうどこの頃、同じ国鉄の直流区間においては、荷物列車の牽引を中心に現役を続けていた EF58 型電気機関車の老朽化が顕著となり、その取り替えが取り沙汰されたが、国鉄の財務状況的に、新型機の導入は叶わず、ここで EF70 型に、再起のチャンスが訪れる。計画では、制御装置や変圧器を交換し、交流機から直流機へと転身するというものだったが、EF62 型の余剰が生じたことで、無改造で済むそちらが転用されることになり、EF70 型の再活用は、叶わぬままに終わった。EF70 型はその後、複数の車両が生体保存されていたが、近年になって、車体の老朽化のため撤去、解体されたものが多く、現在では、薄い峠鉄道文化村に残る1001号機が、この世に残る唯一の EF70 型となっている。F9 交流機という存在は、日本では本機のほか、板谷峠越え区間用として EF71 型が続いたのみであり、日本の電気機関車自然体から見ると、小さな特異点のように見えるかもしれない。EF70 型にしても、晩年は、その運用可能範囲の狭さが国鉄を悩ませ、分割民営化の日を、営業線上で迎えることは叶わなかったものの、重要な物流ルートである、日本海縦貫線の輸送において、この協力で安定した、F9 交流機の果たした役割は大きく、たとえ短命に終わったとて、決して霞むものではないのである。